はい、はい、鎌崎のコシヒカリでございます。 どこのコシヒカリか、鎌戸の、あ、鎌戸、はい、あ、さっきのね、うん、なるほど、はい、こちらの方は粒のお出汁を作りました。自分でございます。自分、うん、自分は普段鴨を入ってると思うんですけど、で、これ上に乗ってるのは何なんですか？はい、舞茸と、あとネギと、五ヶ山の片豆腐、あとはちょっとわさびが合うので乗せてまいりました、はい、こちらの方は、昆布の佃煮で、こっちが小松菜の昆布漬け、ちょっと粘りあります。なんで胡椒を効かしました。じゃこ、あとうちのちっちゃな梅干しありがとうございます。だし、だしなんですか？はい、そのまま。いや、それは分かってるけど、その味付け。あ、味付け、あんかけとか、かつお節のあんをかけてあります。ありがとう。なんか、鶏ご飯が好きだったら、ご飯にかけられます。ありがとうございます。山本さんでした。味噌汁。はい、はい、ホタルイカの醤油漬け、はい、小松菜のくるみあえ、はい、鮭の味噌漬け焼き、はい、と、あと、だし巻き卵とお待ちしました、はい、ありがとう、はい、白ごまを使いましたブランマンジェでございます、はい、これはあの白ごまって言ったら富山県なんですか？なんか永平寺の周りが特にごまって言うんですけど、この辺やったら永平寺の近くたくさん作っとらす、あのごまのイメージありますね、はい、の丘の上の方では黒ごまもあの作っとるところがありまして、はい、おかき屋さんが作っているんですけど、ちょっとだけごまのところがあります。なるほど、いただきます。